ございます。それでは行きましょう。 OKKO 対ミスター3位決定戦第1セット波動ファイ ト、 ファイト。まずは OKKO1 番奥川ユーキャン選手3241、真ん中ハムカー選手1135、手前ケイラビット選手4411、対するミスター1番奥川チョコ選手4321、笹笹選手手前ハヤト選手1135、まずは4枚抜きチョコ選手、そして追加点2点差、まさかね2壁ですがチョコ選手が4321に変えてきたといったところでございます。はい、壁を割る意味でも4321にしたのかもしれないですね。ああなるほど。さあ残り時間は40秒、半分を切っております。さあここから OKKO はシールドをまずなくしていくところが肝心になっております。ただミスター側もだいぶ、おーっと4枚抜き、さあ1点差、ユーキャン選手がねチャージを持っているので、そうですね、早めに取りたいですが、ハヤト選手のエナジーボールで1点を取る。残り時間は10秒、壁はもう間に合いますね。さあ残り5秒でこのシールドの展開、さあ最後に点数を取って1対4ミスタの勝利です。おめでとうございます。3セットへと突入です。それでは参りましょう。波動ファイト。さあ OKKO もミスターも先ほどと同じステータスでやってまいりました。 OKKO1 番奥川ケイラビット選手4枚抜き4411、そして真ん中ハムカー選手1135、一番手前ユーキャン選手3241、対するミスター1番奥川ハヤト選手1135、笹笹選手1135、そして手前チョコ選手4321です。最初とチョコ選手位置を変えましたね。そうですね、はい、戻ってきましたが体格になったような形ではありましたが、さあ2連続得点、残り時間は40秒、半分を切っている。1点差ならまだ分かりませんよ。さあ割り際もねしっかり狙っていきたいところですね。ケラビット選手が斜めから抜こうとしている。残り時間は30秒、未だ変わらず1点差。さあどうなっていくか、順調にシールドを張っているがチョコ選手が点数を取っていく。残りは10秒、これが割り切れるか、攻められるか、オケケを逃げ切るかミスター、どうなる。さあ試合終了、1対3。